松永美希夫は、日本中央競馬会に所属する、元騎手、現長教師。熊本県甲子市出身。1986年に騎手デビュー。同年最多勝利新人騎手となるなど早くから、頭角を表す。1991年に、イソノルーブルで、優秀品馬で、GI 競争を初制覇したことをはじめとして、品馬限定競争で顕著な成績を上げ。 ヒ金和の松永の異名を取った。また、1 9八十年代後半に勃興した第二次、競馬ブーム期にあっては、端正な容姿と、相まって、多くの女性ファンを獲得し、ミッキーの愛称とともに、アイドル的な人気を博した。騎士通算成績は一万二千六百七千千四百二十八勝、内 GI 競争十一勝を含む、重賞六十九勝、二千七年より調教し、 G.I.J. プニーに優勝した管理場には2009年の秋荷賞、優勝バレットデザイア、2014年の中山、大障害優勝バレットキングダムなどがいる。2015年度 JRA 優秀技術長教師。1967年、熊本県西郷市長に生まれる。県の畜産試験場に勤務していた父親が馬好きだったことから、 幼少の頃より父親に連れられて、近郊の荒尾競馬場を訪れ、また同じ九州出身の騎手、吉永正人の活躍などに触れて、将来の目標に騎手を志した。中学校卒業後、JRA 競馬学校騎士課程に第二期生として入学。同期には横山範り熊沢重文らがいる。一期下には後に、中央競馬の通算最多勝利記録を樹立する。 かけ豊がいたが、部は先輩である松永の様子を見て、あの人は勝ちまくるだろうと考えていたという。卒業後は、立党トレーニングセンターの山本正司し者に所属。以後松永は引退まで山本級者に所属を続ける。1986年3月1日に騎手デビュー。同23日に騎乗馬鶴舞座郎で初勝利を挙げる。初年度は、 夏の北海道開催から成績を伸ばし始め、新人としては、加賀竹目の58勝、小屋敷明の41勝に次ぐ、史上3位の記録となる40勝を挙げて、関西放送記者クラブ賞を受賞した。3年目の1988年9月、サザンビーナスで、函館三歳ステークスを制し、重賞初勝利を挙げる。以後も、順調に成績を上げ、 翌1989年には初出場したワールドスーパージョッキーズシリーズに優勝。年間では88勝を挙げ、竹豊に次ぐ関西2位を記録した。この頃、松永と部は関西の女性ファンの人気を2分し、特に京都競馬場では入場人員が14年ぶりに10万人を突破するという集客効果ももたらした。1991年、松永は 磯野ルーブルとのコンビで、ン馬クラシック戦線に臨む。クラシック初戦、大賀賞では一番人気に支持されたが、スタート前に、馬の右前足の低鉄が外れ、再装着できないまま発走した結果、5着に敗れた。この出来事に、松永は、かつてなく落胆したが、2冠目の優秀ン馬で、大賀賞の雪辱を果たし、デビュー6年目で GI 初制覇を果たした。 これは逃げ切りでの勝利であったが、松永は勝因について、大歌賞でのアクシデントで、イソノルーブルという馬は、馬場に出たら定鉄の履き替えもさせない気性の激しい馬だというイメージが出来上がっていたと思う。他の馬に乗っていた騎手にも、そのイメージはあったはず。イソノルーブルが逃げても、どうせ引っかかって自滅する、そう見られていたので、楽に逃がしてもらえたのでしょうと述べ、大歌唱の楽鉄があったから、 オークスは勝てたのだと思うとしている。1996年3月には、重症化ウマゼネラリストの調教に臨む際に落馬し、同馬に腹部を蹴られて、左腎臓の半分の摘出しなければならなくなる、重症を負った。しかし秋には復帰すると、ファビラスラフィンで当年新たな頻馬参観、最終戦として創設された、周華賞を制して、GI2 勝目を挙げた。 翌1997年には、競泳マーチに帰場して、大歌賞を制し、オークス、秋歌賞と合わせ、騎手として、島大佐を川地王に次ぐ、史上三人目の、頻馬三冠を達成。年間では、自己最高となる101勝を挙げ、全国三位を記録した。2000年には、チアズグレースで、大歌賞二勝目を挙げたほか、秋には古頻馬混合競争のエリザベス女王杯で、 これを最後に引退が決まっていた2冠、ヒンバファレノプシスに起乗、自身がジョッキーとして会心のレースと語る好起場で勝利に導き、同時に騎手として史上初のヒンバ4冠も達成した。また、同年8月27日には騎手として史上15人目となる JRA 通算戦勝を達成している。2000年代には所属する 山本厩舎の管理する馬でも活躍し、レギュラーメンバー、加熱フルーブに帰場して、地方交流路線の GI 競争を制したほか、2005年には、頻馬ヘブンリーロマンスに帰場し、中央競馬発足後初の展覧競馬となった天皇賞に優勝。所属厩舎での中央 GI 初勝利、エアグルーブ以来の頻馬による天皇賞制覇に加え、三連単の配当が100万円を、 超えるなど、記録ずくめの勝利となった、競争後にはスタンドで観戦する天皇、皇后に向かい、松永がヘルメットを胸に抱えて馬上から再敬礼を行った。ライターの片山良蔵は、立ち居振る舞いに花がある松永だったからこそ最高の絵になったとこれを表している。同年、2006年度の長教師免許試験の受験が報じられ、 これに合格したことから38歳で騎手を引退した。師匠の山本が翌年に70歳で定年引退を迎えるため、これに合わせての引退という見方があったが、松永によればそれは理由の一つに過ぎず、最大の理由は自らの技術の衰えと、それに伴う騎乗依頼バーの質の低下にあったという。現役騎手としての最終騎乗日となった二千六年二月十六日の、 阪神競馬第11競争、阪急杯でブルーショットガンに騎乗し、出走15頭中短賞11番人気という評価を覆し勝利。重賞最終騎乗での勝利は、1975年にメグロ記念を勝った野平雄次来二人目の記録であった。さらに続く最終12競争もフィールドルージュで勝利。最後の騎で JRA 通算勝を達成し、 優秀の美を飾った。引退式で挨拶に立った松永は、今日1日は自分のところに競馬の神様が降りてきてくれたような気がしますなどと述べた。なお、松永は引退までに中央競馬の GI 競争で6勝を挙げたが、そのうち5勝が牝馬限定戦で唯一の混合戦である天皇賞も牝馬によるものだった。騎手時代に、 ン馬限定 GI で未勝利の競争は、阪神ジュベナイルフィリーズのみである。このように、ン馬限定重賞で活躍することが多いため、ン馬の松永と呼ばれることがあった。一方で、松永自身は、ン馬に、強い、と言われるのは、ボバで勝っていないからそう言われるだけで、嬉しくはありません。だって、ボバでもチャンスはあったんですからと述べている。手引退後は、市山本の下で、 技術調教師として過ごし、うち1ヶ月間は森秀幸級車でも学んだ。2007年2月で引退した山本の後を継ぎ、3月1日に級車を開業。管理場の初出走は3月4日、阪神競馬第8競争のダノンシャトルで5着。初勝利は、同年3月25日中京競馬第7競争のアグネススピリッツで、騎手は、 松永と同期の横山のりひろだった。2009年8月2日、ダンスアジョイが小倉記念に勝ち、馬ともども重賞初制覇。騎手時代に重賞価値がなかった小倉競馬場での達成となった。同年10月18日、レッドディザイーが集荷賞で勝利。騎手時代にファビラスラフィンで制した競争で、長教師としての GI 初制覇を果たした。同馬は、 翌2010年3月にアラブ首長国連邦ドバイで行われたマクトゥームチャレンジラウンド3を制し、日本国外の重賞初勝利も挙げている。2014年12月13日、中山大障害でレッドキングダムが優勝し、JRA 障害 GI レースで初勝利した。2015年には年間284回の出走で、 重賞6勝を含む44勝、勝率1割5分5厘、獲得賞金9億4249万7千円という成績を残し、一馬棒あたりの成績から決定される優秀技術調教師のタイトルを獲得。調教師として JRA 賞を初受賞した。2017年にデビューしたラッキーライラックは3連勝で12月10日に、 行われた阪神ジュベナイルフィリーズを制覇、JRA 最優秀2歳牝馬のタイトルも獲得した。翌2018年もラッキーライラックは指導戦のチューリップ賞を制覇したが、クラシック戦線では参観牝馬アーモンドアイに敗れ、結局この年は G1 タイトルを手に入れられなかった。2019年春シーズンはビクトリアマイルで一番人気に、 支持されるなどしたが一生も上げられずにもがいた。しかし、秋には安城にシースミオンを迎えた、エリザベス上杯で優勝、1年11ヶ月ぶりの G1 タイトルを手に、した。2020年4月5日、ラッキーライラックが大阪杯を制覇、同馬にとって3つ目の G1 タイトルとなった。2021年6月20日、札幌競馬第 5R で管理場のグランアプローソが一着と、 なり、JRA 通算400勝を達成した。騎手時代から、爽やか、穏やかで人間味のある人物との表があり、松永を慕う者は、一般犯のみならず、旧社関係者、マスコミ関係者にも多かったという。河内洋が引退してから自身が引退するまでの3年間は、日本騎手クラブ、関西支部長を務めたが、河内は、僕がジョッキーをしている時から真面目で人当たりのいい。 男だった。僕が乗り役を引退した後、関西騎手クラブの会長を継いでくれたのは、自然の流れだっただろうと述べている。フリーランスになる騎手が増えていった時代にあって、デビューから20年間、山本正久し9社を離れることがなかった。松永は自身の騎手人生について、山本先生のおかげでこれだけ勝たせていただいたと思います。よその9社だったら、 こんなに勝てなかったと思います。よその旧社に騎乗馬がいると、うちの馬の予定をずらしてまで、乗れと言ってもらえた。そんな先生、いませんよねと、その講演体制についての感謝の念を述べている。一方で、山本は、松永の騎乗ぶりについては厳しく監督し、また、B 級馬の依頼を受けた後に、A 級馬の依頼があったとしても、最初の依頼を保護にし、 信用を失うことのないを言い含めていたとも言う。松永は調教師転身にあたり、機会があれば機手を育ててみたい。ただ、山本先生みたいにはできないとした。それは、成績が管理馬房数に直結するメリット性があるため、弟子を育てる前に自分が苦しくなるからだと言い、これから流行りたくてもできないですよ。昔の環境でも、なかなかできないですよ。だから、 感謝していますと述べた。出展、日本中央競馬会公式サイト、引退騎士名鑑松永美きを掲載されていない情報については個別に出展を付す。競争名と字は、GI 競争。出展、日本中央競馬会公式サイト、調教師名鑑松永美きを掲載されていない情報については個別に出展を付す。競争名と字は、 G1 またはジャパン1競争。ありがとうございます。